ヒットパウジャパンへようこそ。今回の動画はヒットパウオンライン動画編集ツールであるスクリーンレコーダーを紹介いたします。まずはこちらの URL を入力し、ヒットパウのサイトへアクセスしてください。今回は画面録画ツールであるスクリーンレコーダーを紹介します。このツールは簡単な操作で完全無料で、そして安全性が高い特徴があります。使える機能はデスクトップ画面のキャプチャー録画やウェブカメラ録画、ピクチャーインピクチャー機能録画、セグメント録画の4種類になります。では早速ヒットパウスクリーンレコーダーで画面録画を始めてみましょう。まず画面録画のソフトウェアをダウンロードします。公式ページ右上にある画面録画ボタンを押し、今すぐ購入ボタン、無料お試しボタンでヒットパウスクリーンレコーダーをダウンロードしましょう。ソフトウェアのダウンロードが完了したら、ソフトウェアパッケージをダブルクリックしてください。ポップアップウィンドウから言語を選択することができます。ご自分に合った言語を選択しましょう。次に使用許諾契約書を確認し、同意するにチェックを入れ、次へをクリックします。ヒットパウスクリーンレコーダーのデスクトップにショートカットを作成したい場合はアイコンを追加するにチェックを入れ、次へをクリックしてください。インストールをクリックするとソフトウェアがコンピューターにインストールされ始めます。ソフトウェアがインストールされるとショートカットアイコンが作成されますので、こちらをクリックしソフトウェアを開きましょう。では早速画面録画を行っていきましょう。デスクトップに作成されたショートカットアイコンをクリックし、ヒットパウスクリーンレコーダーを起動させます。画面録画をするには一番左側にある画面録画ボタンをクリックします。画面録画を行いたいエリアを選択します。システムの一番左にある録画アイコンをクリックすると、ヒットパウスクリーンレコーダーは画面の録画を開始します。こちらの時間が進み始めたら録画がされているというサインです。録画中一時停止ボタンをクリックして録画を一時停止することが可能です。再開したい場合は再開ボタンをもう一度押しましょう。録画を終了するには録画停止ボタンをクリックしてください。録画停止ボタンをクリックすると、たった今画面録画をしたデータが新しいウィンドウで表示されます。録画画面の一部分だけを保存したい場合は選択バーから録画したい部分だけを選択します。ここのツールバーを移動することで選択することが可能です。次にウェブカメラ録画の方法をご紹介いたします。ホームインターフェースからウェブカメラを選択し、録画したいウェブカメラを選択します。そうするとこのようにウェブカメラでの録画画面が表示されます。録画方法は先ほどと同じ、こちらの左上のスタートのボタンを押して録画を始めましょう。こちらのスクリーンショットボタンではウェブカメラ画面のスクリーンショットを撮影することができるので、必要に応じて使い分けましょう。続きまして、ピクチャーインピクチャーでの撮影方法をご紹介いたします。ホームインターフェースの一番右にあるリップ録画をクリックします。ピクチャーインピクチャーなので、はじめに画面キャプチャーをする範囲を選択します。少し小さくて見づらいのですが、画面キャプチャーされている右下にウェブカメラでの映像も一緒に映っています。録画画面選択範囲はこちらを選択してマウスを動かすことで範囲を変えることが可能です。録画をする前にこちらのウェブカメラ設定でウェブカメラの設定が可能ですので、ご自分に合った設定を行いましょう。録画方法は先ほどと同じ、インターフェースの左側のスタートボタンで録画、真ん中のスクリーンショットボタンでスクリーンショットが撮影可能です。ピクチャーインピクチャーの表示場所に関しましては、下のウィンドウから場所を変更することも可能です。このようにウェブカメラの位置を選択してもらう左上、上の真ん中、右上とご自分の好きなところに配置することが可能ですので、こちらも場面に合わせて選択しましょう。続きまして、セグメント録画について紹介させていきます。ソフトウェアを起動すると、メインインターフェースに3つの録画モードがあることがわかります。どのモードもクリックしないで、画面の右側にある下向きの矢印を見つけて設定を開きます。ファイル、一般、効果、タスク、デバイス、ホットキーなどがあり、選択して調整ができます。セグメント録画を有効するには、タスクを選択し、録画したい時間を入力して、自動保存にチェックを入れます。コンテンツ録画を開始すると、30分ごとに自動的に映像録画が、録画映像が保存されます。以上がセグメント録画方法の説明になります。画面録画を行ったデータを確認したい場合は、録画終了時に開かれるインターフェースの右上にある出力先フォルダを開くというボタンを押してください。そうするとこのように保存されているフォルダが開かれますよ。今回の動画では、ヒットパウスクリーンレコーダーの機能を紹介しましたが、他にもたくさんの機能が簡単にご利用いただけます。この動画を見て、ヒットパウオンラインの動画編集ツールを使
ってみたいなと感じていただけましたら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。